今回の賃上げ合宿では自分に足りないものを、まあ、伸ばすというか、まあ、スケーティングだったりとかスピンだったりとか、まあ、足りないところがたくさんあるのでそこを、まあ、その目標にしてます。みんなもちろん上手なのでやっぱその見てるとこっちも刺激になるし4回転とかも降りてる選手もたくさんいて自分も頑張んなきゃなというふうに思います。ユーマとかがスケーティングも上手で一番スピンも上手くてしかも4回転も降りてるということでやっぱ自分もそのようになりたいなと思っているので意識はしています。今160あるかないかぐらいです。まあこれからちょっともっと伸びることを期待して伸ばしたいんです。伸ばしたいです。まあスケート的にも大きい方がいいかなと、はい、思ってるので伸ばしたいです。ショートは、まあ、キャラバンの到着という曲でフリーはのみじりです。で振付師はショートは佐藤美沙先生でフリーは川越先生です。まあ、ショートは去年に比べて結構、まあ、楽しい感じというかなので、まあ、そこをちょっと見てほしいなと思います。でフリーは、まあ、後半に入ってからボーカルになって盛り上がっていくのでそこを見てほしいなと思ってます。まあ、やっぱり羽生選手をちょっと、まあ、なんていうかの、まあ、動画とかを見てちょっと研究というか、まあ、こう進めた方がいいのかなっていうのをちょっと意識していきます。やっぱ自分にはない表現力だったりとかがすごいのでそこは真似できるように今シーズン頑張りたいと思います。トーループとサルコールを入れる予定なんですけど、まあ、ちょっとループが結構まあいい感じなので、まあ、入れれたら、まあ、入れたいかなと思ってます。あループを今ちょっと練習してて1回降りかけて結構まあ降りたので降りて調子も結構上がってるのでまあ、試合で入れられたら入れたいなとは思ってます。まだちょっと確率的には全然なのでこれから上げていきたいと思ってます。今のところ4回って上だからサルコと通るんですよ、まあはい、構成的にはサルコと通るで、はい、やろうかなと思ってます。1本ずつ？いや、トーループは2本の構成で練習してます。まあ、ちょっと体力的なことがちょっと気になってるので、まだノーミス演技とかも全然したことがないのでこれからちょっと体力作りとかをしてノーミス演技ができるように頑張りたいなと思います。まあはいそのっていうか練習から結構本気というか、まあ、結構手抜かないで頑張っています。やっぱもちろんノーミスの演技をまあしたいので4回転だったりとかあとはステップだったりとかを見てほしいなと思います。いやまだちょっと初めて出るのであんまりちょっと実感があんまないんですけど、まあ、やっぱもちろん全員上手な選手なのでやっぱプレッシャーとか緊張とかに負けないようにちょっとメンタル面をちょっと伸ばしていきたいなと思ってます。楽しいっていうか自分がちょっと海外試合でまあ、どれぐらいの点数が出るかとかは分からないのでそれはちょっと知りたいなと思います。表彰台には何たいなと思ってるので5コンポをちょっともっと出せれるようにしたいと思ってます。今シーズンはまずグランプリシリーズで表彰台に上がることとあと全日本ジュニアで優勝することが目標です。